俺の家庭菜園つか俺の畑はさ、草と米ぬかとかもみ殻とかそういうものばかりでやってきたんだけども、そうするとさ、どうしても肥料食いの野菜、まあナスとかトウモロコシとかそういう肥料を求める野菜がうまく育たないのさ。で本当にね、ずっと悩んでナスができなくてね、毎年2株とか植えるんだけども、1株から1個とか2個とかしかで、ちっちゃいのがねしかできなくて、どうしようかなって悩ませながらさ、でもこれができなければな、農業者としてな、って考えてずっとやってきて、まあ、5年ぐらいやってきたのかな、ナスね、って悩みながらね、で今年できました、うまく普通の観光農家ぐらいのさサイズに、株もねでかくなって実もいっぱいつき始めた。夏は暑すぎて疲れてダメだったけども、今涼しくなってきたら良くなってきてね、まあそのまあまだ今回見せられないんだけどもさ、違う場所にいたからさ。でそれなんで観光農法と同じぐらいのさ、有機物使ったんだよね、別に化学肥料使ったわけじゃないよ、ね、農薬も使ってないよ、ね、観光農法と同じぐらいのサイズになれたかっていうと、この有機物使いました。もういや、まあこれも植物性のもんだよ、ね、またね油かす、ちょっと明るさでもあれだな、見聞きできる、ね、油かすね、これ日清オイル用の、まあ、前の動画で液肥作りとかで使ったんだけども、その残りをね、ナスのうね、ま株うねの間の通路の部分に三つかみぐらいパッパッパッって巻いて、水そこにかけてやってたのよ。でじわじわと追肥みたいな感じで効いてくるようにってやったら、すんげえ効果的面で、うまく育ちました。だから俺はもうこれで完璧に化学肥料は使ったことないけれども、化学肥料とか一切なしで肥料食いの野菜もとりあえず植物性の資材だけで作ることができるっていうぐらい、やっと16年その有機自然農法、その化学肥料と農薬を使わない栽培を勉強してきて、やっとどの野菜も作れるなっていうところまで来ました。この油かす本当に効く、この窒素が足りないときは、肥料が足りないときはこの油かす、ね、これでなんとか肥料食いの野菜もできるようになったんで、本当におすすめです。でこれもね、何なのかっていうと、結局、油かすっていうので分かるかもしれないけども、菜種油とか大豆油とかを絞った後の絞りかすのことを油かすっていうんだけども、のこれは骨粉とか入ってないやつ、骨粉っていうのは骨の粉ねとか入ってない、本当にその植物性のものだけのやつを選んで使ってるんだけども、植物性までっていうのが俺の基準だから、動物性のもの、牛糞堆肥とかトン糞堆肥とかそういうものとか骨粉とか、魚かすとかは使いたくないな、いう培養の有機をたまに使ったことあったけどもね、それよりもこっちの方がすっごい効く、油かす本当にびっくりした。こんな簡単な答えが身近にあったのかって、だから本当にトウモロコシとかナスとか肥料食いの野菜を化学肥料とか使わないでね、動物性の堆肥とかも使わないでやりたいなって人は、この油かす一回使ってみてほしいなと思います。で注意点、これ本当に効くんで、やりすぎは本当に根を逆に焼くかもしれないんで、慎重にやってほしいと思います。だから元肥として使うんであれば、作物を植える、種を植える1ヶ月前、短くても3週間前とか3、4週間前までに巻いて耕して十分に発酵させてから物を植える、種をまくっていう感じ。一番のおすすめは、さっき喋った畝と畝の間に通路に敷いて巻いて散布して追肥的に使う、じわじわと。で1ヶ月後ぐらいに肥料の効果、肥効が出てくるんで、その気候を効かせたい1ヶ月前に巻いておくっていう手間とかねかかるし、速効性がないっていうこと、速効性が欲しければ前の動画でやった、液肥作ってもらえればいいんだけれども、ね、あれもすごい効くからいいんだけれども、そういうことを注意してやってほしいなと思います。
だからこれが土中の中にあって未発酵の状態、分解される前だと根を焼くかもしれないんでガスが出たりして肥料が効きすぎて逆に病気とか害虫来たりするんで、そこは気をつけなきゃいけないけれども、まあ、表面性用で追肥的に使う分に関しては、ね、後期的条件、よく俺動画で喋ってるんだけども、酸素がない状態じゃなくて酸素がある状態、ね、土の表面にバラバラバラって撒いて使う分には問題ないと思うんで、ね、一株に一つかみぐらいの感覚で通路にパッパッって撒いてもらえればおそらく十分だと思いますんで、ね、肥料食いの野菜を化学肥料とか動物性のものを使わないで作りたいっていう時は菜種油かす、まあ、大豆油かすいろいろあるけども油かすを選んでみてほしいなと思います。とにかくすき込むなら1ヶ月は土の中に置いて十分に発酵させてから植えてください、ね、種をまくにもそうしてやってもらえればと思います。おすすめは畝のところにパッパッと巻いて一株一つかみでいいかなと思うから、本当にそんな感じ で水をしっかりやって十分発酵させるようにしてじわ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 と引いていって、本当によくできてるんでナスね、そういうのを気をつけてやってみてもらいたいなと思います。本当にいいです。これのおかげで俺の栽培、有機栽培、まあ、植物性資材までっていうルールでいくと、これのおかげであとは全部なんとか補えるなっていう感じになりましたんで、本当にね、あの肥料が、窒素が足りない、葉っぱが黄色くなってるとか大きくならないなっていう時はあると思うんだ、そしたらこいつの出番だと思ってください、うん、米ぬかはリン酸とかカリとかあっちの方が強いから、カリ、あ、リン酸かあれは、うん、でカリとかだと草木灰とか使って、ね、草木灰と米ぬかとこいつとを組み合わせて、あとは草とかで腐食を増やしていく、これでおそらく土作りほぼほぼ完璧にやれると思うんで、ね、それをちょうどいい感じで長くやっていけば、農薬とか化学肥料とか一切使わなくても立派に美味しい野菜がね作れるようになると思うんで、あ、観光の方に匹敵する野菜が作れると思うんで、ぜひぜひ使うのを検討してもらいたいなと思います。で、知ってる人がね、20キロの、化学肥料が5000円だから6000円したのね。で、菜種油かす20キロで3000円ぐらいで買えたかな、うん、近くのホームセンターとかあのネットで見てもね買えるんで結構安いなと思って、まあ、肥料分の効き方とか、まあ、これは時間かかるからね、土の中で分解されて発酵してから効くから1ヶ月ぐらいかかるんだけども、そこさえ気をつければ結構これはね代替品になるしすごく使えると思うんで、本当に肥料が足りねえな、作物が大きくならない、葉っぱが黄色くなってるという声切れね肥料が切れた声切れの症状が出てきたら、ね、これを使うことを検討してみてください。本当にこれのおかげで俺全部どの野菜も作ろうと思えば作れると思うんで、ぜひこういう資材があるんだということを常に考えておいて有機栽培やってみてください。